えー、埼玉県大宮の鈴木歯科院です、えー、このケースやえばですね剣士結構飛び出てますいろんな院回ったようですがやはりもちろん100万円言われて当然もちろん罰紙4本上下4本罰紙100万円、えー、23年言われて当然というケースでした まあ高校を卒業したばかりの大学生。えまあこれで、まあ少し骨が柔らかいかなということで、少しだけ拡大してですね。それでもまあ限界がありますから、子供のようには広がりはしませんが、で、あとは形整えたりして、なんとか抜歯しないで、結構若かったんで骨が柔らかかったですね。で、並べましたね、え。ー うまく、こんなに刃だったのが、もう1年以内で、ほぼ10ヶ月ぐらいで並んじゃいましたが、これで、あのー、綺麗にできましたね。意外にあのもっともっとすごく苦労するかと思ったらそんなことなかったです。これは、あのー、20代もっと25、26、27となって30歳。 の型は難しいんで、いや、もうバシでショートを進めるぐらいですが、えー、この子はね、すごく柔らかく歯が動きましたね。まあ、骨が少し柔らかい。えー、そういったケースでした。下はまあちょっとガタついてるだけでもうこれ簡単。これはもう半年以内でパパパッと並んで、綺麗に並んじゃいます。やはり上ですね。上が、こんなに剣知出てる。 並ぶもんだなっていうぐらい並びますね。抜死もしないで。かといって出っ歯にするわけでもなく、ね。ただ、えー、やはりこれだけ、これ抜死したにせよ、しないにせよ、やえば強制したらですね、まあ、まあ、白いワイヤーで強制しました。あのー、マウスピースでちゃんと固定、これをちゃんとやってねと。 まあ強制来る女性方は、まあ男性よりも女性の方がほとんど多いんで,で、女性は真面目にやりますね。真面目にやってくれます。だってまた刃になったり、また出っ歯になったら絶対嫌だってことで、ちゃんと真面目にマウスピースしてくれます。まあそれでもね、動いてしまわないように固定したりとかすごく重要です。下の歯だってガタガタしてれば。 あの裏固固定定ででちゃんとこうやって固定した方がいいです僕自身、えー、こういうのをしてもらえてなくて6年も矯正したのに親知らず生えてきて動いてきてだからこういう高校生高校3年生大学1年生で矯正して1819で、えー、その後2二十歳になって親知らず出てきて動いちゃったとか、えー、そういうのにならないためにも、えー、固定がすすごく重要ですあとはマウスピースしたりとか。 だそこら辺でねあのまあこのケースでもこんな難しくても40万50万で終わってしまいますんで費用的には安かった早かった1年で終わってしまったと言っても油断しないようにっていうのがすごく皆さんに言いますね。えー、ああ並んだ並んだで気抜くと動いてしまうそれ若いし矯正の期間が23年で終わあの2年ぐらいで終わっちゃう抜疹矯正でも2年で終わるっていう先生もいますから。 そうすると、あの、その後油断して抜採したところがスーって開いてきてしまうんで、えー、そういうのも気をつけてください。とてもマウスピースとか、こういうの重要です。あとは、矯正が終わった後にマウスピース代がすごくかかったり、これ上下で、毎月毎月、えー、1万円で、えー、まあ2ヶ月でも1ヶ月でも、これあと3年間やってって言われたら、結構な費用になりますから、 あれ100万円が120万円になってしまったとか、えー、そうならないようにこういうマウスピース代とかもえ検討調べ、えー、まあ皆さんスマホでよく調べてますねまあよく比較検討してみてください